はいどうも開会管理人です。今回は韓国の精神世界について考察していこうかなと思います。久々の独人語りです。それじゃあ行ってみましょう。 僕は韓国人の反応を10年以上翻訳してますけど、その中で、これは韓国人の中心思想だなと思った部分があるんですよね。僕はこのチャンネルでも常々、ね、韓国人はお金が全てと考えている。お金を上回っている価値を持っている人が少ないと。そういう話をしてますけど、じゃあなぜ韓国人はこんなにもお金に執着しているのか。韓国人にとってお金とは何なのか。その根底にあるものこそ、韓国人の中心思想ではないかと考えたわけですよ。結論から言うと、韓国人は力の 弱いいもものは強いものに踏みつまり、力が全てという考え方ですよね。これが韓国人の中心思想になってるんですよ。お金が全てという考え方はその副産物であって、その根底にあるものは力が全てという考え方なんですよね。なぜそう言えるのかといえば、こう解釈すると、韓国人のあらゆる行動が全て説明つくんですよね。 韓国にはカプチル、漢字にすると皇室っていう言葉があるんですけど、皇室の皇は皇を打つの皇で、上の立場ということを意味してるんですけど、要するに力が上のものが下のものを踏みつける行為のことを言うんですけど、日本ではパワハラっていう言葉がありますけど、それよりももっと広い範囲で、客と店員の関係とか、教師と保護者の関係とか、そういう社会の中にある些細な上下関係の中で、その皇室が頻繁に行われたりしてるんですよね。あと、強弱弱強という言葉も韓国には存在していて、 これは強いものには弱くて、弱い者には強い人を示す言葉ですけど、ここから言えることとして、カプチルにしても強弱弱強にしてもそうですけど、そういう日本にはないようなヘンテコな言葉が存在しているという時点で、韓国の社会の中にそういう行為とか考え方っていうのが普通に存在しているっていうことを裏付けてると思うんですよね。 そんな社会だから、韓国人は常に自分が弱い存在、踏みつけられる存在にならないために、普段の生活の中で、あらゆる努力、あらゆる神経戦を行ってるわけですよ。具体的にどういうことかというと、韓国人がそんな社会で何をしてるのかといえば、これは一言で、 勉強なんですよね。韓国は強烈な学歴社会であり、勉強ができない人は一流企業にも入れなければお金も稼げないわけですよ。韓国においてお金というのは、イコール力なんですよ。で、お金がないということは、つまり力がないってことなんですよ。 社会の弱者になって踏みつけられる存在になることを意味してるわけですよ。実際韓国では面と向かって言わないまでもネットの反応とか見ると例えば比較的給料の安いバスの運転手とかタクシーの運転手土木作業員とかに対する別紙がかなり激しいです。日本だと職業に対して差別的な目で見ることってほぼないじゃないですか。仕事の内容とか給料よりもその仕事にどれだけ誇りを持って取り組んでいるかどうかで尊敬と別紙が分かれると思うんですけど韓国はそうじゃなくて給料 が安けれれば下げすまれるんですよね。だから親は子供にはそうなってほしくないと考えて過剰とも言える教育の機会を与えて一流大学そして一流企業を目指すわけですよこれが韓国の異常とも言える受験競争を生み出してるんですけどその根底にはお金が全て力が全てお金があるものは強いお金がないものは弱い踏みつけられるこういう考え方があってのことなんですよ それとこれは韓国でもよく言われますけど、韓国では理系で優秀な人は研究職に進まず給料が高い医者になる人が多いんですよね。こんなんだからノーベル賞が取れないんじゃないかとよく言われたりしてますけど、あとスポーツの世界でも、例えばサッカー選手なんかは日本だと実力のある選手はヨーロッパリーグに挑戦したりしますけど、韓国の選手は最近でこそヨーロッパに行く選手もちょっと増えてきましたけど、少し前までは結構な割合で給料が高いという理由で中国リーグに行く選手 も多かったんですよね夢よりも金だろうととにかく金をくれとスポーツ選手であれ仲裁であれそういう考え方なんですよねこういう風に力っていうのは単なる腕力とかじゃなくてお金とか職業とか別のものに宿って姿を変えることがあるんですけど韓国でその力が大きく宿ってるものの一つとして 法律というものがあるんですよね。法律と力っていうのは非常に親和性が高くて気に食わない奴がいたら相手を打ち負かそうとしたら法律というハンマーで一撃で屈服させることができると。そんなスーパーパワーだけに告訴告発の件数っていうのが韓国は日本の人口の半分しかいないんですけど年間約50万件前後日本は約1万件ちょっとぐらいなんですけど50倍ぐらいの差があるんですよね。ちなみに韓国はその半数が詐欺罪に対する告訴告発でそのうち実際に起訴されるのを そのまた30%ぐらいなんですけどね。 これはつまり、虚偽の告発をする人も結構多いということで、その数は日本の数百倍とも言われてんですよね。訴えられる方も嘘つきだけど、訴える方も嘘つきっていう、嘘つき同士の戦いが繰り広げられてるわけですよ。まあそれはいいんですけど、だからこういう告訴告発の件数が多いことを見ても、いかに韓国人が法律に力を見出して、それを使って相手をねじ伏せようとしてるかっていうことがわかると思うんですよ。そういう社会だから、その法律を扱うもの、コントロールするものっていうのは、 韓国社会では結構上の地位になるんですよね。つまり弁護士と検察のことですけど、この両者にもかなりの力があって、 だから理系の秀才が医者を目指してお金で力を得るのなら、文系の秀才は弁護士か検察官になって法律によって力を得ることを目指すわけですよ。韓国社会でこの両者がどれだけ力があるかといえば、韓国の大統領とか、韓国の政党の代表とかの前職を見ればわかると思うんですよ。かなりの割合で前職が検察か弁護士ですからね。現大統領のユン・ソン・ヨルも元検察総長だったし、元大統領のムン・ジェインも弁護士でしたよね。 ちなみに現在の野党第一党の代表、イジェミョンも元弁護士だったし、韓国の政権与党の元代表の本淳平も元検察官でしたからね。だからこういう韓国の国訴告発件数とか政治家の前職とかを見ても、韓国でいかに力が全てという考え方が社会の中で蔓延しているのかを推測することができると思うんですよ。こういう考え方って他にもいろんな影響を及ぼしてるんですけど、その中の一つとして、 市民意識というのもあるんですよね。いわゆる民度というやつですね。この民度を作るのは家庭内での教育。要するに親の教育と言われてますけど、親の教育って日本の親って子供に対して他人に迷惑をかけてはいけないと徹底的に教え込むじゃないですか。食堂で子供が騒ぎ出せば日本の親は周りの人に迷惑がかかるからおとなしくしなさいと言うけど、韓国は何も言わない親が結構多いんですよね。子供が他のお客のテーブルの下を這い回ろうが、店中の窓を開けようが、 何も言わないんですよ。 子供なんてそんなもんだろうと。うちの子が騒いで何が悪いんだと。そういう考えだから、韓国の食堂には、ノージャパンならぬ、ノーキッズを掲げてる店も結構多いんですよね。子供の入店お断りってやつですね。こういう現象が起きてるのも、結局は他人に対してペコペコ頭を下げるような態度を取れば、韓国社会では弱いものと思われて踏みつぶされちゃうから、そうではなく、他人のことなんか気にせず堂々と生きようと。そう考えてる親が多いってことですよね。余談ですけど、韓国はそういう自己中心 中心的ななな教育育を受けけけて育ってっきた人が多いいいのので、で譲り合いの精神もないわけなんですけど、だから時々救急車が道を通るときに車が横に避けるじゃないですか日本じゃ普通に当たり前のことですけど韓国では珍しいことだからこういうことが起きるとモーゼの奇跡といってその映像がニュースになって流れたりするんですよね日本でそんなニュース見たことないですよねそんなニュースが流れてたら でってなりますよね。当たり前のことすぎるから。ちょっと話が逸れちゃいましたけど、韓国ではこういう力が全てという中心思想をもとに、日本とは違ういろんな社会現象が起きてますけど、これは韓国内だけじゃなくて、国際社会の中でも影響を及ぼすような形で起きてるんですよね。 その一つが核保有論ですよね。韓国は核を保有していない国ですけど、今年1月に行われた世論調査で国民の7割が核保有に賛成の意見を出してるんですよね。ちなみに日本はというと逆に国民の7割が核兵器禁止条約に参加すべきと。要するに核は持つべきではないと。 そういう世論なんですよね。まあそれがいいか悪いかは抜きにして、なぜ韓国はこんなに核兵器を欲しがっているのか。もちろん北朝鮮の核の脅威に対して、それに対抗すべく手段を持つべきだと。そういう建前があるんですけど、本音は、 これ単に力を持ちたいだけなんですよね。核兵器という人類最強の兵器を持って力を固持したいだけなんですよ。核を持てば北朝鮮だけじゃなくて日本や中国に対しても強く出れる。日本が竹島の領有権を主張してくれば歴史問題で反省しなければ核の力を固持して日本に言うことを聞かせることができると。そう考えてるわけですよ。なぜそんなことが言えるかというとですね、日本の軍事力増強に対する批判を見ればわかるわけですよ。日本が軍事力を増強するといえば韓国 日本人は、日本は韓国を再び侵略しようとしてるとか言って批判してくるわけですけど、日本の軍事力増強って、それが意図するところは、中国、北朝鮮、ロシア、この三カ国を牽制することじゃないですか。間違いなく、その中に韓国は入ってないわけですよ。確かに日本人は韓国人のことが嫌いだし、竹島という領有権を争う島もあるけど、だからといって、戦争するとか、軍事的に攻撃するとか、そんなことあり得るわけないじゃないですか。なぜなら韓国は、アメリカの同盟国です 日本もアメリカの同盟国です。それをなんで日本が同じアメリカの同盟国である韓国を攻撃対象にするんですかねこれ相当トンチンカンな批判なんですけど、日本人もあまりに毎回言われすぎて、その批判がどれだけおかしいものかって麻痺しちゃってると思いますけど、普通に考えたら相当斜め上の批判ですよね。まあそれはいいんですけど、 なんでこんな話をしたかといえば、これ裏を返せば、韓国が逆の立場だったら、日本を攻撃対象にしてるってことなんですよね。これどういうことかっていうと、人が他人の行動を予測するとき、どう予測するかといえば、自分だったらどうするかって考えますよね。自分の物差しで測って、相手の行動を予測しますよね。この場合も同じなんですよ。もし自分たちが軍事力を増強すればどうするかなと。日本もついでに攻撃対象に含めるよねと。自分たちだったらそうするんだから、日本もそうするに違いないとか 考えて日本の軍事力増強に対して批判してきてるわけですよそんな考えの国が核を保有すればどうなると思いますか当然日本も攻撃対象に含めますよね実際に攻撃しないにしても日本を射程に入れてその力が有効に働く状態にして核を置きますよね そしてその力を利用して、断るたびに核の力を振りかざして、日本を牽制してくると、容易に想像できるわけですよ。こういうことで言えば、韓国人は日本の国連安全保障委員会の常任理事国入りにも反対してますよね。 これも単純に日本が国際的に力を持つことによって韓国が踏みつけられる存在になってしまうから嫌がってんですよね。正直日本が常任理事国になったところで韓国に不利益はないですよね。むしろ中国とかロシアが常任理事国でいることの方が不利益なはずなのにそれを拒否してるということは単純に日本に力を持たせたくないからなんですよね。 だから僕がこの動画で何が言いたいかっていうと、韓国人の批判の表面だけを見て振り回されてはいけないってことなんですよ。その批判の意図するところ、例えば韓国人がなぜ日本の軍事力増強に対して批判しているのか、本当に日本の再侵略を恐れて言っているのか、韓国はなぜ核保有に肯定的なのか、本当に北朝鮮に対抗するためだけなのか、なぜ韓国は日本の常任理事国入りに反対しているのか、その根底にあるものをよく見極める必要があるってことなんですよね。 で、その根底にあるものっていうのは、力が全てっていう考えに基づく、日本に力を持たせてはならないっていう考え方なんですよね。日本が力を持つことと、韓国が力を持つことを、イコールに考えてるんですよ。韓国人が力が全てと考えているから、日本人も力が全てと考えているに違いないと思い込んでるわけですよ。それを前提にして、日本を批判、否定してるわけですよ。 とんでもないですよね。とんでもないと思うでしょうけど、じゃあその日本は韓国をどう解釈してると思いますか日本の物差しで韓国の言動を解釈してんじゃないですかね。韓国人の批判の表面だけを見て問題解決の方法を考えてんじゃないですかね。10年以上韓国の反応を見てきた僕から言わせると、日本と韓国の問題は同じ問題を話し合ってるように見えて、実は全然違うことを話し合ってるように見えるってことなんですよね。子供と妻、幸せな家庭を築き、ようやく手に入れたマイホーム。 しかし、引っ越ししてしばらくすると、毎日のように下の住民がうるさいと文句を言ってくる。だから静かに音を立てないように生活するけど、それでも文句を言ってくる。この下の住民は、本当にうるさいから文句を言ってるんですかねただ、幸せな家庭を見るのが目障りだから、文句を言ってるとしたらどうでしょうか日本と韓国も、こんな構図のいがみ合いが多いような気がするんですよね。今日は以上となります。それでは皆さんまた次回。チャンネル登録と Twitter のフォローもよろしくお願いします。